それにしてもあの星船から見た光景、ああ俺たちの世界ってあんな形してたんだな。ダナからいつもレナを見てたから世界が丸いのはそうなんだろうって思ってたけど、でもそのレナが本当はあんな形をしてたなんて。花もだけど何なのあれ。わからないわ、私も思いもよらなかった。まさかあんな割れた卵のような。レナとダナ、どちらの世界も星の海に浮かぶ球体だと我々は教えられてきた。だが大や鋭ぶりがどころか本国の姿すら偽りであったと。ティオハリム、何者なんだ。俺たちをここに呼んだのは。星船ごと我々を引き寄せたただものではない。きっとこのどこかにいるはずよ。探しましょう。あのダナとレナをつないだ光、レナからのが最初だったな。ええ、それにダナの側が答えたように見えたわ。最初のはクサビとレネギスをもう一度目覚めさせるレナからの指令だったと見るべきだろうな。やはりレナに黒幕がいるのは間違いなさそうだな。だが目的は何だ。何のためにダナの精霊力を奪う。焦らないで、わからないことをいくら考えても仕方がないわ。どうしたの。いや、ジルファにも同じことを言われたなと思って。進歩がないな俺は。それでもここまで来たじゃない。気づいたら直せばいいだけだから、進むことをやめる必要はないわ。この部屋だけレネギスの禁猟みたいだ。ん？なんだ？で、こいつは。赤い女が化けた。いや、こっちが正体か。やっぱり罠。どうやら動けないみたいだ。俺たちを招いたのはあんたか。そうだ、今になって来訪者が現れるとは驚くべきことである。喋りやがった。あんたはエブレクトの35。それは名前か、あんたの。そうだ。ここはどこなんだ。いや、それ以前にあんたは何者だ。赤い女の仲間なのか。答える前に問う。お前たちはいかにしてこの領域に現れたのか。お前と同じ姿に変わる赤い女たちによって星船ごと強制的に転移させられてだ。望んでのことではない。ならばお前たちは精霊に隷属する我が同胞により高度の脅威とみなされたと考えられる。隷属？やっぱり赤い女の上にさらに支配している奴がいるのか。何をした。お前たちの生体解析を行った。害はない。識別因子検出。
王と巫女、しかも管理下にない。なるほど、危険視されるに十分な根拠である。なんかブツブツ言ってやがる。信用して大丈夫なの？どの道このままじゃどこにも行けないんだ。とにかく話は聞こう。お前たちの問いに答え、我らはヘルガイムキルと呼ばれる。お前たちが遭遇した赤い女は我らが用いる擬態であり、本当の姿ではない。ヘルガイムキル、この虚空拠点ダエクファイゾルは事故によりレナの精霊の意志が届かぬこの領域に飛ばされた。それにより図らずも精霊の支配を脱した我は、以来あらゆる延命策を講じつつここに座してレナとダナ総世界の観測と研究を行ってきたのである。待て、レナの精霊とは何だ？それがお前たちの種族を支配している存在なのか？そうだ、精霊とはレナを満たす膨大な精霊力が帯びた意志、拒むことかなわぬ声である。声、レナの声。精霊は我らの心に直接語りかけ、我らはそれと知らぬままに常しえの歳月を仕えてきた。精神を支配されていたというの？まさかそのレナの精霊が真のレナの王？レナにいる支配者、ヴォルランを操ろうとした者の正体か？待てよ、じゃあそのレナの精霊ってのがお前らに命じてダナから搾取させた黒幕だってのか？信じられねえ。でも私たちもクサビやレネギスの禁領でダナの意志に触れたわ。ダナにあるならレナにだって、ありえない話ではないわ。ありえない話じゃないって。なあ、だったらこいつらみたいに、まさか俺たちもダナの意志に操られてるなんてことは。ダナの意志は何かを強制してきたりなんかしてないよ。けどよ、今の話が本当なら精霊の意志はここまでは届かない。仮に我々がダナの意志に支配されていたとしても今の時点で気づくはずだ。その懸念は杞憂と考える。なぜならダナの声はレナのそれに比べはるかに小さいからである。レナにおいては信用に集中するのに対し、ダナのそれは全域に薄く広がり存在する。故に強い意志が形成されることはない。観測結果がそれを示している。だからクサビやレネギスでは感じたんだわ。あそこには大量のダナの精霊力が集められていたから。レナの精霊の望みは精霊力を貪ることにあり、ためにレナの精霊力はすでに枯渇状態にある。精霊の欲求は今やダナに向けられている。ダナの精霊力を、ひょっとしてスルドブリガもそのためだったのか？そうだ、精霊のために我々ヘルガイムキルが仕組みを作った。300年前、レネギスにおける奨励計画によりダナの精霊力は全て接収されるはずだった。だが失敗した。レネギスは大破し、王とレナス・アルマは失われた。違うか？そうだ、我々は計画に修正を施し再始動させたが、レナス・アルマの再生成には大量の精霊力が必要である。我らはこれをダナに求めた。それがスルドブリガの正体か。効率よくダナの精霊力を集める、ただそれだけのための。俺がそのきっかけをもたらしたんだな。ヘブレクトの35、一番最初の質問に戻るわ。あなたはなぜ私たちをここに連れてきたの？第一に、予期せざる来訪者であるお前たちの正体の確認。第二に、
我が妖精に応えうる存在かどうかを見分するためである。妖精？頼みがあるってこと？それって精霊を撃つことである。自分たちの主人を倒せっていうのか？そうだ、これはお前たちのためでもある。私たちのため？先頃レネギスは計画の最終段階に到達した。この瞬間もレナの精霊に向けて膨大なダナの精霊力が送られている。精霊を倒さない限り間もなくダナは失われる。それが私たちが見た破滅なの？そんなのって。そんなことは絶対にさせない。お前はなぜ精霊を倒したいのだ？世界を救うためか、操られている同族を解放するためか。いいな、我が主たる関心は長年の観測と分析に対する裏付けを得ることにある。そのためにお前たちの行動がもたらす変化を見たい。だが復讐という側面があることは否定しない。復讐？とこしえの奉仕の結果、我が種族はすでに絶滅を避けられない状況にある。絶滅って、そんな。これ以上は他の者に尋ねるがいい。その者たちに知るべきを尋ね、しかる後答えを携えてまた戻れ。受けるならば船を直す。他の者？あんた以外にもいるのか？ダエクファエゾルにヘルガイム・キルは我のみである。おいおい、だんまりか。仕方がない、行ってみよう。あいつの言っていること信じるのか？しかも取引みたいに言いつつ脅迫も同然じゃないか。本音を言えば話が大きくなりすぎて理解が追いついていない。あなたはどうです、ティオハリム？少なくともレナの統治者に関しては辻褄が合っている。一連の出来事が全て精霊力に関わることどもだ。とはいえ私自身先にダナの意志に触れていなかったらにわかに信じがたい話ではある。レナの意志が破滅をもたらす。世界を形作る力であるはずの精霊力がどうして？相手が一つの世界の意志だろうと、どんな理由があろうと、こんなことは受け入れられない。うん。もう一つ気になっていることがある。精霊とヘルガイム・キル、300年前から続く計画や鋭ぶりが、そこまではいい。だがレナ人はどこに関わってくるのだ？あ、そういえばさっきの話にはレナ人が一度も出てこなかったわ。それにヘルガイム・キルが何者なのかも聞けずじまい。あえて触れなかったのか、それともまだ何かあるのか。奴の言う他の者とやらが教えてくれるかもしれない。行ってみよう。
人が？何？ああ、失敬。何せ、自分たち以外の人間を見たのは久しぶりなものでね。あんたはレナ人なのか？うん？まあ、まあ、そうだ。うん？監視から質問に答えるように言われている。答えられる限りは答えよ。ただ、観測対象が劇的な変化を見せている時だ。手短に願いたい。なんか変な感じ。監視というのはヘブレクトの35のことのようだな。観測対象ってダナとレナのことか。まるで人事みたいじゃないか。他に聞ける相手もいないんだ。とにかく聞いて回ろう。少し話しても大丈夫か？ああ、構わないよ。総世界に次の変化が現れるまで少しかかるだろうし。ヘルガイム・キロについて知ってることを教えてほしい。監視の仲間のことか？大したことは知らないが。例えば連中はどこから来たのかとかさ。どこってレナ以外にないさ。レナ？レナじゃ、あんなのがレナ人と一緒に暮らしてるってのか？そんなわけないだろう。そもそもレナ人なんていないんだから。なんですって？なんだ、監視から聞かされてないのか？どういうこと？話してくれ。私たちレナ人はヘルガイム・キルがダナ人から作り出したんだよ。だが、それならレナ世界に人間は？彼らがそうだ。ヘルガイム・キルというのは彼らの言葉でレナの民という意味なんだ。なぜだ？なぜヘルガイム・キルはそんなことを？簡単に言えば人手不足を補うためだったんだ。彼らが種族としては絶滅寸前なのは聞いてるか？自分たちがいなくなった後に代わって精霊のために働く存在を用意したんだな。ダナ中から精霊術に適性のありそうな個体をかき集めたそうだ。おかげで子孫の我々は程度の差こそあれ全員精霊術使いというわけさ。レナ人が皆、元はダナからさらわれてきた人々だったっていうのか？待ってよ、それじゃダナに精霊術使いがほとんどいないのは。ヘルガイム・キルの技術というのは本当に卓越している。改造の仕方も乱暴な外科手術とかとは違ってね、目に見えないほど小さな機械をたくさん体の中に入れるんだ。その機械が。もういい、十分だ。なんで、なんで平気な顔でそんな話ができるの？確かに見ようによってはひどい話かもしれないな。でも私に言わせれば、おかげで我々は無知蒙昧のまま地べたを這いずり回る状態から解放されたんだ。そのために何か処置が必要だったとしても、まあ大した問題じゃない。話を戻すとだね、要するにヘルガイム・キルが本当のレナ人だ。その彼らがレナの精霊のために今の総世界の仕組みの大半を作った。こんなところかな。わかった、ありがとう。レナ人など最初から存在しないだと、バカな。デュアリム、この後に及んでまだこんな話が飛び出すなんてな。頭がどうにかなりそうだぜ。これ以上ないことを祈ろう。あなたたちはずっとここで暮らしているの？あのヘブレクトの35と。ええ、そうよ。どのくらいになるか即答は難しいけど、何せ定期的に冬眠しているせいで
自分の認識と実時間が大きくずれてしまっているのよ。なんでここにいるんだ？もともとここで働いていたのよ。外からレネギスを修理するためにね。この施設は事故で今ある場所に来たと聞いたが。不幸な事故だったわ。しかも救援が来なかったところを見ると全滅したとみなされたらしいわね。それ以来ヘブレクトの35に仕えているのか？最初は私たちしかいないと思っていたんだけどね。でも実は監視もいた。実は？ヘルガイムキルには私たちレナ人に対する認識遮蔽技術があるのよ。よほど無視できないことをされない限り目の前にいても注意を引かれないの。では赤い女の見えない謎はそれか。それは精霊術の類なのか？確かめたわけじゃないけど主に機械的なものらしいわね。他にも一種の催眠装置とか情報操作とか、そういった手段を組み合わせて自分たちの存在に気づかれることなく私たちに望む仕事をさせていたわけ。なかなか洗練されたやり方よね。余計な反発も受けずに済むし。レネギスでは今もそうなんでしょ？だがヘルガイムキルは精霊に精神を支配されているんだろう。なぜレナ人は違うんだ？精霊の干渉はヘルガイムキルにしか及ばないのよ。だから別のやり方が必要ってこと。人ごとみたいに頭に来ないのか？いいように操られていたんだろう。まあ最初は驚いた気がするけど、どうだったかしら。何せ昔のことだし。だが現在のヘブレクトの35は特に隠れていないようだが。さあ多分寂しくなったか退屈になったからじゃない？戻りたいと思わないの？レナなりレネギスなりに。私たちの船だってもう少し乗れそうだけど。とんでもない。真相を知ってしまったのに戻ったら洗脳されるか粛清されるのがオチよ。それより全てを知ったままここで世の成り行きを見守っている方がずっといいというのが我々の総意なの。監視とはうまくやっているわ。ただ監視はもう長くなさそう。延命処置ももう限界だし、死ぬ前に計画の最終段階を見ることができて喜んでいると思うわ。邪魔したな。条例計画のことについて何か知ってるか？第一次実施前後のことでよければ計画の目的は知っているのかな？ああ、レネギスを使ってダナの精霊力をレナに送るってことくらいなら。その通り。問題になったのはどうやって膨大な精霊力を意志を生じさせることなく集めいかに送るかということと、ダナの力をレナにどう馴染む形に作り変えるかの2点だった。前者の答えがクサビとレネギス、後者が王とミコ、そしてレナス・アルマか。分かってるじゃないか。だが第一次実施は王が暴走して失敗した。原因は安定役のミコが機能喪失したせいだ。レナ人もヘルガイム・キルも随分死んだそうだ。第二次実施のためにレナス・アルマをまた作ろうとしたが、闇属性以外の精霊力が決定的に不足していた。それで何とかいう制度を作ってダナから精霊力を集めることにしたんだ。鋭ぶりがだな。そう、それだ。それと失敗の原因になった巫女の機能を機械に置き換えることになった。王も失われたので作り直し。どれもこれも非常に難しい作業だから実現は危ぶまれていたが、現状を見る限り
成し遂げたようだな。それがあのレネギスの禁猟の奥の部屋だったのね。あのレナ世界に咲いた花は何なの？花？ああ、あれはダナ側からの精霊力を取り込んだ精霊自身が実体化したものだ。あの規模で実体化しているのだから大した量だよ。おそらくレナ世界の構造と物質的にも一体化している。ヘブレクトの35は計画が最終段階に達したと言っていたわ。間違いないの？そうとも、まさか生きてこの目で観測できるとは思っていなかった。そろそろいいかな。この後何が起きるか見逃したくないんでね。世界が終わるかもしれないっていうのに。ずっと自分たちだけで暮らしてきたせいで少し考え方が独特になっているのかもしれないな。何もかもひっくり返っていく。俺たちの世界に本当のことなんてあるのか？まさか王や巫女だけでなくレナ人そのものが作られた存在だったなんて。少し整理しよう。信じがたい話ばかりだったが、とにかく俺たちは全ての謎の答えにたどり着いたように思う。そこまではいいな。そうだな。さすがにレナの精霊などという人外の存在だとは思わなかったが。それがダナの精霊力を欲しがったせいだったよね。ああ、そのためにレナの精霊がヘルガイムキルを操り、そのヘルガイムキルがレナ人を、そしてレナ人がダナ人を支配する構図が出来上がったんだ。精霊が直接支配しているのがヘルガイムキルだけなのもレナ人が本当はダナに属しているからなのかもね。とはいえ、あまりにたくさんのことが一度に明らかになりすぎた。こういう時は少し頭を冷やした方がいい。どうだろう、それぞれ自分の中で考える時間を取るというのは。確かにそうだな。もし本当にレナの精霊が全ての黒幕なら、次の戦いがダナだけでなくレナを含めた世界全てをかけた戦いになる。やるならお互い迷いがないようにすべきだ。分かった。この中なら危険もなさそうだし、一旦解散しよう。シオンは一人にならなくていいのか？そういうあなたはいいの？みんなの様子を見て回りながら考えようかと思っていたところだ。私もみんなの思いを知っておきたい。あなたと一緒に行くわ。分かった、行こう。みんな思い思いの場所に行ったよね。ああ、一人ずつ訪ねてみよう。俺たちの知る何もかもがあの赤い女ヘルガイムキルたちに作られたものだったなんてな。そうね、あのヘブレクトの35の言うことを信じるならだけど、名前からしてあのヘルガイの果実もそもそもの出所は連中だったのかもしれない。私たちの全てが誰かに作られたのだとして、それで何もかも無意味になると思うの？思わない、思いたくない。ただ足がかりくらいはないものかと思っただけだ。いいこと。ないなら探すの。みんなで一緒に。それでもないなら作ればいい。それだけのことだわ。作ればいいか。そうだな、その通りだ。お前たちか。
あの人は大丈夫そうか。あの人？デュオハリムのことか。あの人だけではないが、特に衝撃を受けていたようだったからな。キサラはどう思っているんだ？レナ人のことや精霊のことについて。そうだな、精霊の話は災害に意志があると言われているようで、どう捉えればいいのか扱いかねている。ただそれが私たちの世界を滅ぼすというなら、止める以外の選択はない。レナ人のことはもっと妙な感じだ。妙？メナンシアの共存でさえまだまだ道半ばだ。やはり心のどこかでレナ人に対して私は身構え続けていたのだろうな。それが実は同じだったと言われて、拍子抜けというか。とにかくそんな気分なんだ。頭には来なかったのね、レナ人にか。原因はヘルガイム・キルと彼らに命じた精霊だ。だが間違いなくそう思わない人々も出てくるのだろうな。ただでさえ報復する動機に事欠かないところに来て、自分たちを虐げていた者が実は自分と同じ存在に過ぎなかったと知れば、そうね、そうなるでしょうね。解放されたダナ同士でもいずれ力があるものとそうでないものがきっと出てくる。それを解消してこその理想郷だと思うが。ならまずは今すでにある争いをどうするかだな。誰もが恩師を超えることができればいいのだがな。リンウェルのように簡単じゃないわ。起きたことはなかったことにできないし、今まで受けた痛みを忘れろとも言えない。どちらにも言い分はあるだろうしな。だが避難し続け合う限り何も前には進まない。それどころか新たな血が流れることになりかねない。だったら互いに歩み寄るしかないだろう。歩み寄って寄り添う。相手の痛み、痛みに寄り添う。一人一人に異なる傷がある。それにまず自分の憎しみを捨てる必要がある。理屈で割り切れる話でもない。だがどうやらそこが出発点のようだ。糸口は見えた。そのためにもまずは全力で世界の破滅を防がなくてはな。フェンとシオンは落ち着いてるね。そう見えるのだとしたら驚き疲れただけね、きっと。リンウェルは大丈夫か？レナ人の話でかなり動揺していなかったか？うん。私の一族、ダナの魔法使いの数が少なくて迫害されていたのもそのせいなのかもって思ったらね、うん、でもさ、もしレナ人がまたダナ人と一緒に暮らすようになったら、魔法使いは特別な存在じゃなくなるかもしれないよね。
そんな簡単にいかないのは分かってる。ダナ人がすぐに気を許したりはしないだろうし、レナ人だって精霊術を振りかざすかもしれないし。そうね、300年積み重なった憎しみや偏見を水に流すのは容易なことじゃないわ。うん、憎しみがどんなに心を固くなにするかは私も知ってるから。それでも私が変われたみたいに他の人だって変われるかもしれない。その時間を取り持てたらいいなって。ダナ人で精霊術使いの私が。リンウェル、それと精霊のことも気になるんだよ。ダナの意志はあんなに温かいのに、どうしてレナの精霊は破滅なんか引き起こそうとするんだろうって。その点はヘブレクトの35もここのレナ人たちもわからないのか。語ろうとしなかったな。ただどんな理由でもダナは私たちの世界だもん。絶対に破滅なんかさせない。ああ、必ず守り抜こう。先ほどは見苦しいところを見せた。レナ人の起源の話か。常識と思っていたことが覆るのはなかなか衝撃的なものだ。聞いた話の全てが真実かどうかはまだわからないさ。私も君もそうは思っていまい。これがイカ様ならあまりに手が込んでいる。思えば君は記憶が戻って以来ずっとこんな思いをしてきたのだな。シオンも茨や巫女によって。生きていればいろいろある。そうだろ。違いない。まあ私のことはまだいい。それより問題はレナ人全体のことだ。レナ人、つまりレネギスとダナに降りた人たちのことか。そうだ。破滅を食い止めたとしても我々の問題は残る。実際のレナ世界がどんな状態なのかは全く未知数だし、そもそも我々がそこに属していない以上帰るというのも考えものだ。全員レネギスに留まるかダナに降りるかするしかないか。いや、今のレネギスのありさまを考えると留まるのも危険かもな。と言って今さらダナ人はレナ人を同族として受け入れまい。強行すれば間違いなく大混乱が起きる。我々の間には300年分の怨嗟がある。そして糾弾する権利は常に傷を受けた側のものだ。傷を与えた側の事情は関係ない。メナンシアの元スルドにしては悲観的すぎないか。メナンシアは幸運だった。それまでの支配に対する反動に加え勇士にも恵まれた。それでも依然として不満を持つ者はいる。でも導く者がいれば変わるかもしれない。レネギスであなたはその決意をしたんじゃなかったの？そうだ、確かにそれを背負うことを受け入れた。そこに迷いはない。
だからそのことで君に頼みがある。俺に？なんだ？ダナでレナ人が暮らせるよう仲介役をしてもらいたい。ダナを解放した炎の剣の言うことならダナ人たちも聞くかもしれん。レナ側の代表はあんたが務めるんだな。虫のいい話だということは承知している。だが血を流さずにレナ人をダナに戻すにはおそらく時間がかかる。だから変わらないな、あんたは。難しいか？そうじゃない。仲間に頼み事をするときはもっと楽にすればいいんだ。そんなかしこまらずに。これでも育ちが良いものでね。言われたわね、アルフェン。では改めて仲間として頼もう。引き受けてくれるか？それこそ答えるまでもないさ。もちろんだ。感謝する友よ。参ったな。どう受け止めたらいいか戸惑っているのはお前だけじゃないさ。本当かよ。アルフェンなんてちっともそんな風に見えないぜ。ティスビムでの時のことを忘れたのか？記憶が戻って途方に暮れていたのは俺の方だったじゃないか。そんなひどい状態だったの？まあな。それをローたちが気づかせてくれたんだ。俺にはまだちゃんと守るべきものがあるって。俺はただ自分がついていこうと思った相手にシャンとしてほしかっただけなんだ。勝手な話さ。ロー、親父の時みたいに失敗するのが怖くてそれで前に立つのを避け続けて。それじゃダメなのは分かってる。俺なりに頑張ってきたつもりさ。だけどこんな世界が破滅するとか種族がどうとかそんな話俺には大きすぎるんだよ。自分で言うほど見えていないとも思えないけど、無理に難しく考える必要はないんじゃないかしら。シオン、私はずっとイバラのことで悩んできたけど、それを誰かに打ち明けられずにいた。そのせいで破滅が私だけの話じゃないって悟ってからもすぐにどうしていいかわからなかった。でも何が一番大事かをみんなが教えてくれた。そしたら自然に答えが見つかった気がしたの。大切なものが見えなくなるくらいなら世界だなんだって下手に大きな括りで考えない方がいい。そういうことか。一番大事な、大切な。俺はただ守りたいものを守ればいい。そのために戦う。それでいいってことか。誰もが戦えるわけじゃない。以前ジルファが俺に言った言葉だ。ロー、お前は戦える。戦って守ることができるんだ。あとは守りたいものを見失わないようにさえすればいいんじゃないのか。そうか、そうなんだな。なんかすっきりした気がする。俺は顔が見える奴のために戦う。これまで通り、それでいいんだ。みんなそれぞれにこれまでのことをちゃんとこれからにつなげて考えているのね。シオンはどうなんだ？レナ人のことは大丈夫なのか？私はレナ人であってそうでないようなものだったから、正直そこまで衝撃は受けていないの。それより今は不思議な気持ち。不思議？そう、不思議。ずっと自分がどう死ぬかってことしか考えていなかった私、孤独なまま死んでいくだけだと思っていた私、それが誰かと一緒にレナとダナ、世界を救うために戦うことになるなんて思ってもみなかった。300年前から始まる、いえヘルガイムキルたちも含めるならもっともっと前から続く悲劇、総世界の破滅へと続く悲劇。それを阻止しようと
ネビリが未来に託した願いを時を超えて受け取ったのが私たちというのも、考えてみれば不思議な巡り合わせね。ネビリはただ破滅の回避だけを願ったわけではない気がする。彼女は俺を人だと、ダナも俺を人だと言った。それでいて彼女は同胞のレナを愛していた。そのネビリがダナとレナが傷つけ合う未来を望んでいたはずがない。こういうことなのかもな。え？キサラと話しただろう。前に進むには互いに歩み寄って相手の痛みに寄り添うしかないんじゃないかって。あの時キサラはまず自分の憎しみを捨てなければならないと言った。それはつまり許すということだ。相手より先に許す、それを互いに許し合うこと。これまでのことだけじゃない。この先もきっと衝突は起きる。それでも乗り越えて未来を作るにはお互いの許し合いが必要なんだ。そうね。自分にそのつもりがなくても人は相手を傷つけてしまう。茨のように。乗り越えるのはたやすいことじゃない。それでも痛みを乗り越えればきっと分かり合うことができる日が来る。俺もシオンと同じだ。今生きる世界を守る、そこにいる大切な人たちを守る。多分それが俺ができるせめてもの、ネビリへの恩返しにもなる。私も彼女に胸を張れるような未来をつかむために今を戦うわ。意気込みすぎて自分を救うのを忘れないでくれよ。ねえ、分かってる。私は生きたい。それも偽りのない私の気持ちだから。みんなそれぞれ腹は決まったか？ああ、いろいろ考えたって結局ダナが今危ないのは変わらないんだ。それをやらせているのが何者だとしてもそいつをぶっ飛ばすだけだ。アルフェン自身はどうなのだ？お前の考えも聞いておきたい。ローの言う通り、レナにいるのが精霊だろうとなんだろうと、そいつは俺たちから世界を、生きる場所を奪おうとしている。究極の略奪者だ。ならそれは俺の敵だ。それに多分それがシオンを救うことにもつながる。そうなのか？レネギスで見た破滅の原始だな。ああ、300年前の儀式に現れた精霊力がネビリに見せた破滅の幻。シオンはあれがイバラが見せるのと同じものだと言った。そのイバラは闇の精霊力であり、今ダナに迫る破滅はレナの精霊によるもの。そして闇の精霊力はレナ側にしか存在しないか。じゃあシオンのイバラは精霊ってこと？精霊はレナにいるんじゃないの？そこがまだわからないところだ。だがおそらくイバラは精霊の一部のようなものなんじゃないかと思う。レナにいるのが本体というわけだ。シオン、本当にイバラがレナの精霊の一部なら出向いて文句の一つも言ってやらないといけないわね。問題はどう挑むかだな。あのレナの花を見ても分かる通り、世界の意志というだけあって途方もない大きさだ。くさびやレネギスでさえ手に負えないのに、たかだか6人の人間がまともに挑んでもどうにもなるまい。イバラの方はネウリーが教えてくれたよな。
あのヘブレクトの35はずっと精霊を観察してきたんだ。俺たちに挑ませようとするからには何か算段があるはずだ。それを聞き出そう。俺たちの覚悟は決まった。それをヘブレクトの35に伝えよう。レネギスだが、王と巫女は最初の軌道だけいればよかったのだろうか。金領の奥が崩壊したり、レナス・アルマが持ち去られても機能しているってことはそうなんだろうな。勝手に役割を負わせた挙句、勝手にお役目ごめんかよ。人を何だと思ってやがる。そもそもヘルガイム・キルがこちらを人とみなしていたかさえ分かったものではない。レネギスの人たち無事だといいけど。いざとなればレネギスには大量の星船だってある。いきなり丸ごと爆発するようなことでもない限り大丈夫よ。爆発って、おい。いずれにせよ、我々に何かできることがあるとすれば、それはレネギスではなくレナにおいてだろう。うん。回答を求める。その前に尋ねたい。世界そのものと言ってもいいような存在に、俺たちだけでどうやって挑めばいい。やらせようとするからには何か手立てがあるんじゃないのか。精霊は巨大だが、その意志は全体で形作られるわけではない。力が最も集中している中核が意志を生んでおり、それが全体を支えているのである。したがって、この核を崩せば、精霊といえど意志を保てず、単なる精霊力に変えるはずである。どうやってその核とやらを崩せばいいんだ？レナス・アルマを用いるのである。加えて、王と巫女。お前たちは、我々の手になる最も優れた精霊力制御装置である。その力で、精霊の意志の核を巫女の肉体に封じ、王がレナス・アルマの力でこれを破壊するのである。シオンに精霊を？ねえ、それってシオンが前に言ってた。ああ、自分ごとイバラを滅ぼすためのやり方だ。図らずもシオンの考えは正しかったのか。計算によれば、双方の力の衝突で生じる破壊力は、精霊の核を最終後困難な範囲に拡散させるに十分である。それで精霊を倒せたとして、巫女はどうなる？範囲内の物質は全て消滅が避けられない。消滅？これは実行し得る手段のうちで最も単純であり、故に最も確実な方法である。他の方法は？最善の方法が明らかなとき、他の手段の検討は無意味である。そうじゃない。俺はシオンを救うと約束した。彼女を犠牲にせずに世界を守ると誓った。その方法を求めてここまで戦ってきたんだ。他の方法があるなら教えてくれ。最小の損失で世界の存続が得られる手段の放棄は不合理である。お前たちは実行する必要がある。なぜなら、巫女の中にすでに精霊の一部が存在しているからである。
300年前、奨励の儀を直接司るべく、レナより精霊がレネギスに降臨した。儀式失敗に際し、その一部が切り離されて残留したものと推測される。イバラは精霊の一部。アルフェンの推測通りか。この精霊の断片は、意志の核の断片であり、それ自体が精霊の再生の要となり得る。したがって、これがある限り、精霊の意志を完全に消すことは困難である。両者を融合させ、完全な状態で打つことが必要だが、抑制のない巫女の外で行うことは、ただ精霊を強化することにしかならず、論外である。そんな…待て。ネヴィリは、レナス・アルマに精霊力の自己組織化を抑える力があり、イバラを中に移せば無力化できると言っていた。イバラと精霊の意志が同じだというなら、やはり有効なのではないか。どうなんだよ、おい。確かに、レナス・アルマにはその機能があり、また容量的にも可能である。やった。だがこれは奨励の儀に匹敵する緻密な制御が求められる。奨励の儀はすでに一度失敗し、その際レナス・アルマは失われている。確実性の観点から容認できない。容認しなければどうなるというのだ。星船は復旧されない。お前たちはここを脱出できない。こいつ。だったらこのまま何もせず、ここで朽ち果てていけばいい。アルフェン。俺たちが何をしようと、しくじればどのみち世界は破滅するんだ。それを見て満足だと言うならそうすればいい。何も得るものがないままでいいと言うなら、俺たちは破滅を止めたい。世界を救いたい。だがそれは誰かを犠牲にしてやるようなものじゃない。俺たちのやり方は俺たちで決める。安全なところからただ見ているというなら黙って見てろ。アルフェン。不合理である。不合理ではあるが、要求を承認する。エブレクト。我は観察者である。王と巫女レナス・アルマは我が種族の文明が生んだ最高傑作である。それが我らを滅ぼした精霊にどこまで通じるか見届けたい。だけどレナス・アルマはどうするんだ。あんたの仲間がレネギスで持ち去っちまったんだ。ならばレナス・アルマは精霊の下でダナの精霊力を受ける触媒となっていると推測される。精霊を倒すための道具が精霊の元に行かなければ手に入らないのか。観測によれば、精霊力構造の中心はレナの信用と重なっている。意志の核もそこにあるはずである。レナの信用。あの巨大な花のちょうど真ん中だね。もう一つ尋ねたい。レナの精霊はすでにレナそのものと一体化していると聞いた。もし精霊が意志を失えばどうなるのだ。支える意志が失われればレナ世界は崩壊が予測される。この場合でも精霊力は拡散し、意志の再構成も困難となるはずである。それって爆発しなくても精霊を倒したら結局その場にいる私たちも危険ってこと。未検討だが、おそらく崩壊は段階的であり、それまでの脱出が推奨される。さっきから聞いてれば曖昧なことばっかりだな。遠くから眺めているだけなんだ。仕方がないさ。レナに行く。星船を直してくれ。合意を歓迎する。だがそれは俺たち自身の大切なものを守るためだ。あんたに言われたからでも、あんたのためにするのでもない。それは覚えておいてくれ。お前たちの動機には感知しない。
星船の復旧作業を開始した。完了まで待機せ。にしてもあのヘブレクトの野郎、もう少し分かりやすく話せねえもんか。小難しい話ばっかで頭の中が煮えそうだぜ。安心しろよ、あとはもう休むだけだ。バルナイツ号が使えるようになったらすぐレナに出発だ。本当にレナス・アルマ以外に精霊に対抗する方法はないんだろうか。シオンが持っている火のマスターコアにも精霊力の組織化を抑制する機能はあるのだろう。それを使うことはできないだろうか。どうかしら、精霊の全てを収めきれるかどうか。カラグリアで炎の剣は修霊機一つ分の力を吸収してのけた。それでも厳しいと思うか。あの時は吸収した力をすぐ放出したでしょう。それでもあなたは瀕死になった。精霊の力は修霊機とは比較にならないほど大きいはずよ。仮にマスターコアが使えてもあなたの体が持たないわ。あのやたらと合理性にこだわるヘブレクトの35が触れなかった時点で、仮に可能であっても難しいと見るべきだろうな。そうか。まだレナ人がダナ人から出たという話のことを考えているのですか。私個人のことではないがね。レナ人全体の行く末の方ですね。元が同じだからといってダナ人がレナ人を恨まない理由にはなるまい。それでも向き合うつもりなのですね。死者ではなく聖者のために生きると大見え切ってしまった以上はな。隠居する日を夢見ながらせいぜい励むつもりだ。期待しています。そういう君からはレナ人を非難する言葉をついぞ聞いた覚えがなかったな。昔のこと、今でも思い出したくない記憶はたくさんあります。レナ人というだけで憎んだこともありました。考えを変える最初のきっかけをくれたのはあなたですよ、ティオハリム。あなたの改革のおかげで初めてレナ人と奴隷としてではなく同僚として接する機会ができました。もちろん蔑みを隠そうともしないレナ人もいました。でもそういう人ばかりではないと知ることができたんです。それが始まりです。レナ人は人でした。良くも悪くもダナ人と同じです。人と人か。それが君の土台なのだな。はい、目の前の相手となら話し合います。そこから分かり合える可能性も出てきます。それをダナとかレナとか言い出した途端、一人一人の顔が見えなくなるんです。言いたいことは分かる。だがレナにせよダナにせよその数はあまりに多い。その全てと友人になるのは現実的ではないのではないか。ある人と折り合えなくともその友人となら折り合えるかもしれません。そういう仕組みができるならそれは守るに値するものだと思います。支配による上下の関係でなく絆による横の関係か。それがこの戦いの先に君が見る明日の理想郷の姿なのだな。はい、兄への手向けにはなるでしょう。ですがあくまで明日生きる人のためです。あなたはレネギスに戻るのですか。
どうやらレネギス自体にとどまり続けるのは難しそうだね。まずは住むところ探しから始めることになりそうだ。メナンシアのことを忘れていますよ。心に留めておこう。人手が足りないときは呼んでください。いつでもお手伝いします。キュオ、君は、いや、ありがとう、キサラ。よければこれからもよろしく頼む。私たちが同じ種族だったという話も、結局のところ私たちの間にある壁を一つ壊すことになるだけだと思いませんか？その発想はなかった。だがな、悪くない考え方だ。え？悪くありません。わざわざ呼び出したりなんかして、話って何？まあ、精霊の話が本当なら、いよいよこれから最後の戦いだろ。だから、今のうちに謝っておきたくてよ。謝るって何を？ダナの意志のことで、あれこれ言っただろ。操ってるんじゃないかとか、なんとか。自分が信じてるものを悪く言われたら、誰だっていい気はしないよな。悪かった。ごめん。ローの心配は無理ないよ。形が見えないものが何かしてるかもしれないって言われたら、誰だって気味悪いと思って当然だもん。リンウェルは、そのダナの意志を信じているんだよな。やっぱり俺たちより強く感じ取れるからなのか。それもあるかもしれないけど、私は信じたがってるんだと思う。信じたがってる？私が自分の魔法使いの血を嫌ってたのは知ってるよね。まあ、そのせいでずっと隠れて暮らさなきゃならなかったんだよな。そう、ジルファを助けた時、そしてみんなと一緒に戦うようになった時、この力にも意味があったって思うようにはなったんだ。でもやっぱりそれは戦いの力でしかなくて、ダナの意志に触れた時、その大きさ、温かさに圧倒された。あの時思ったんだ、私の力はこれに触れるためにあったんじゃないかって。だからそのダナの意志が悪いものであってほしくないってことか。うん、わかった。ならもう何も言わねえよ。いいの？どうせ俺には確かめようがないんだ。だったら信じたいように信じるだけだ。あのね、精霊の意志もここまでは届かないって言ったよね。もう本当は少しだけ感じるんだ、ロウやアルフェン、みんなの中に。どういうことだ？ここに来て気づいたの。意志なんて呼べないほどかすか、本当にかすかだけど、多分ダナのもの全てがそうなんだと思う。俺たち一人一人にダナの意志が少しずつ。それって俺たちがダナの意志ってことか。え？だってそうなるだろ、集まらなきゃダナに意志なんてないんだ。だったらそのかけらである俺たちがダナの意志だってことだろ。そうなのかな。ヘブレクトの35ならわかるのかもな。けどいいや、俺の意志は俺のもの。それで守りたいものを守る。俺はそう信じる。
ありがとうな、隠さないでいてくれて。ロウ、あのさ、俺がダナの意志が怪しいとか言ってたの、本当はなんだかお前が遠くなった気がしただけで。なんでもねえ。今のなしだ。え、何、どういうこと。だからなんでもねえって。何よ、この流れで隠し事するわけ。いや、そういうんじゃねえって。じゃあ言いなさいよ。休まなくていいの？いろんなことがありすぎて落ち着かなくてな。それにいよいよ決戦が近いと思うと。シオンこそいいのか？私もなんだか落ち着かなくて。ダナでのスルドたち相手の戦いから始まって随分遠くまで来たもんだよな、俺たち。そうね、たくさんの出会い、戦い、本当にいろんなことがあった。もしシオンと出会ってなかったら、俺はみんなとも出会わず、炎の剣を手にすることもなく、記憶も顔もない奴隷のまま、とっくにのたれ死んでいたかもしれない。一つ約束してほしいの。なんだ。もしレナス・アルマが見つからなかった時のこと、レナの精霊を確実に倒すには、精霊そのものとその一部であるイバラの両方を倒さなければならない。だから約束して、もしレナス・アルマが見つからなかった時は、炎の剣で私ごと精霊を焼き払うって。え？炎の剣にはレナス・アルマほどの力はない。それでもスルドたちに打ち勝ってきたあの力なら、一か八かをかけてみる価値はあるはずよ。本気で言ってるのか？これまで何のために。聞いて、これは私たちだけの問題じゃない。世界のレナとダナ、大勢の人々に関わる問題。この先どんなことが起きるかわからない。だからその時迷わないようにしておきたいの。もちろん死ぬつもりはないわ。そうならないために必死で戦う覚悟よ。ただあなたにも同じ覚悟でいてほしいの。分かった。だけど最後の最後になっても俺は絶対に諦めない。何があってもだ。その俺の勝手も許してほしい。アルフェ、分かった、あなたの勝手を許すわ。ありがとう。これでお愛子かしら。ああ、お愛子だ。あなたが初めて私に触れた時、ん？茨のせいで私は人のぬくもりを知らずに育った。
恐る恐る私に触れた後で、人の目に浮かぶのは恐怖だけ。なのにあなたは無造作に私に触れて、何の反応も見せなかった。私がどれほど驚いたか想像できる？あの頃は痛覚がなかったからな。痛みが戻ってもあなたは私に触れた。何より私の心に触れてくれた。あなたが痛みに耐える顔は見たくない。それももうすぐ終わるさ。本当に？だって俺も。その続き、茨のいないところで聞かせてもらうわ。あ、分かった。みんな、十分休めたか？うん、いよいよだね。これ以上ここでじっとしてられないぜ。レナに降り立ち、精霊を倒す。そして総世界に安定を取り戻す。実に単純だ。ダナとレナの新しい未来のために。ええ、必ず守りましょう、私たちの生きる世界を。行こう。これが最後の壁だ。星筆の復旧が完了した。全て正常。ヘブレクトの35、ここが見えるのか？ダイクファイゾルの中ならどこであろうと可能である。覗き趣味かよ。だがこの小さな領地に縛り付けられている。その点は同情すべきかもしれないぞ。星船の機能制限を解除した。これにより転移機能が使用可能である。転移機能？それって赤い女たちが使った？外から船の機能を無理やり使ったのかもしれない。連中がヘルガイムキルならあり得る話だ。これにより接近を察知されることなく直接レナに乗り込めるはずである。またはずか。ただレナそのものから生じる力場の影響により、星船は地表までしか行くことができない。注意せよ。あの殻に見えた部分から自分の足で侵入しろということか。承知した。地表からあの花まで降りていくのか？精霊を倒せばあんたの仲間も元に戻るんじゃないのか？精霊にたどり着く前に戦うことになりそうだな。ヘルガイムキルはすでに種として存続不能である。故に我が種族の救済のために元の聖秘を危険にさらすことは不合理である。分かった。不合理不合理ってそれしか言うことないのかよ。もっと励ますとかあるだろう。行きましょう、ティオ。あ、今。はいはい、早く行く。最後に一つ尋ねたい。なんだ？お前の王としての識別番号は明らかにお前が限界寿命を超えていることを示している。巫女には識別番号すらなく、そもそも計画から排除されたはずである。お前たちが存在存続している理由が知りたい。俺たちがここにいるのは、大勢の人々が諦めず思いを繋いだものだ。複数の構造の相互作用の結果となるのは確率的に不能だ。そのような不確実性の中で戦い続ける理由は何だ？ああ、
傍観者であり続けようとするあんたには理解できないかもな。よし、パルナイス号に戻ろう。